ごいね。それが破壊隊が乗ってたバイクで有名なんですよ。1973年モデル。その時にね、市販車で世界最速のバイクやったんですよ。中央通りを後ろ真っ白にして、そうそうそう、前輪上げてずらーっと走っていくんだ。ほんでね、この名前はね、川崎も絶対使わへんかったんですよ。ほんで初めて使ったんがこいつなんですよ。 H2 の名前を付いたんがね、500の方が H1 ですからね。 H1 ですからね。これはマフラーはノーマルですか？ H2 のマフラーですね。あ、H2 用のマフラーですか？そうです。みんな注目されますわね。どうしてもね。これは僕絶対話しませんよ、見たら。そうです。絶対話しません。すごい、エンジン音聞かせてもらえますか？はい。なんかするんかな。うるさいですよ。いや、もううるさいのはうちのマッハじゃない。